私たちは自分たちの未来を自分たちの意志で決定し、前進していくことに決めました。今までありがとうございました。僕たちはここにいる、いつだってここにいる、歌い続けていくよ、僕たちの夢の場所へ。移動は確定だからな。はい。でも久々に本来の仕事をした気持ちになれたんで悔いはないです。番組作るのが僕の仕事なんで。ほら社長からだよ。はいはい、ありがとうございます。いやー僕もね生がいいんじゃないかと思ってたんですよ。えっ